ではより趣旨の説明を聴取いたします。山尾詩織君。ただいま議題となりました付帯決議案につきまして、提出者を代表してその趣旨をご説明申し上げます。案文の朗読により趣旨の説明に変えさせていただきます。特定患者等の郵便等を用いて行う投票方法の特例に関する法律案に対する付帯決議案。1、本法律は新型コロナウイルス感染症に伴う外出自粛要請等により選挙権の行使の機会が実質的に制限されているものが多数に上ることから、特例的に当分の間郵便等投票を認めるものであり、極めて異例の措置であることに留意する。2、政府はこの法律の公布から施行までの期間が短いことを踏まえ、特例郵便等投票を利用しようとする者が円滑にその手続きを進められるよう、その手続き、制度内容について、国民に対し迅速かつ十分な周知徹底を図るものとする。3、特例郵便等投票の対象者は、感染の都度次々に変わっていくので、有資格者に的確に周知することができるかどうかが本制度の鍵を握っていることから、政府は選管と保健所が緊密に連携し、請求すれば特例郵便等投票ができることを周知徹底するように努めるものとする。4、政府は郵便等投票には過去に不正の問題があったことに留意し、特例郵便等投票の対象者が新型コロナウイルス感染症関係者に現に限定され、なおかつ本人確認が確実になされることに最大限に留意するものとする。5、政府は特定患者等の特例郵便等投票により、保健所の業務が増えないように配慮するとともに、今後に備えるため、保健所の体制整備等に努めるものとする。6、政府は今後も新型コロナウイルス感染症と同様の感染症の蔓延が起こった場合に備え、外出自粛時の投票権の確保について、どのような対応すべきか、長期的視点に立って検討するものとする。7、特例郵便等投票は、選管と療養者の間で投票用紙が行き来することや、一人暮らしの自宅療養者の場合は、投票用紙の投函等に援助が必要であることから、政府は地方自治体と連携し、選管関係者等が感染することがないよう、十分な予防措置が講じられるように周知徹底するものとする。8、PCR 検査等行政検査により陰性となった濃厚接触者も、宿泊療養者、自宅療養者と同様に外出自粛が求められるものの、投票は不要不急の外出に当たらないため可能ではあるが、人間関係が濃密的な地域社会においては事実上困難となる場合もあると想定されることから、本委員会は特例郵便等投票にかかる濃厚接触者の取り扱いについて、地方自治体の負担にも配慮しつつ、実施状況の検証も踏まえて引き続き検討を加えるものとする。9、本委員会は選挙の公平を確保しつつ、あらゆる特定患者等の投票の機会が確保されるよう、特例郵便等投票にかかる代理記載制度のあり方について検討を加え、その結果に基づいて適切な措置を講ずるものとする。10、政府はこの法律が最初に適用される東京都議会議員選挙等や、衆議院議員選挙における特例郵便等投票の実施状況について検証を行うとともに、その後もこの法律の施行状況について適宜に検証を行い、本委員会においても当該検証の結果を受けて検討を行うものとする。以上であります。何卒委員各位のご賛同をお願い申し上げます。これにて趣旨の説明は終わりました。採決いたします。本動議に賛成の諸君の起立を求めます。起立多数よって本動議の通り付帯決議をすることに決しました。この際ただいまの付帯決議につきまして総務大臣から発言を求められておりますので、これを許します。武田総務大臣。ただいまご決議のありました事項につきましては、そのご趣旨を十分に尊重してまいりたいと存じます。お分かりいたします。ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よってそのように決しました。次回は候補をもってお知らせすることとし、本日はこれにて散会いたします。